ルティネス選手は2023年5月に通算100セーブを達成した。その際、選手からケーキが贈られたが、そこにはマルティネス選手の顔と、祝100セーブ亡命、ダメ、絶対と書かれていた。亡命はデリケートな問題であり、SNS では批判が殺到してしまった。与田監督は監督時代、キューバ代表に選ばれたマルティネス選手が、亡命するのではないかと心配でならなかった。当然、きちんと2本目戻ってきて安心した与田監督だったが、それを知ったマルティネス選手は俺はヤンキースに行く、と冗談を言っていたらしい。中日のリリーフ投手でカラオケに行ったことが報道された際、マルティネス選手はカラオケに参加していなかった。あの日は逆転負けしたから、約束していたけど反省していて、ホテルから出てはいけないと思ったと語っていた。令和の米騒動が話題となっていた中日だったが、マルティネス選手がなぜ白米が提供されないんだと訴えた。このことにより、たった1日で投手陣には白米が解禁された。2023年の WBC に参加したマルティネス選手はチームの合流に遅れた。その際、田島選手が遅れてきたのにお土産はないのかと聞くと、俺自身がお土産と語っていた。